何さんっていう人に会ったことがなくて、それはそれは、そうなんですよ、はい、何したらそうなるやろうっていうのなんですけど、自分の場合はその大井中学校の、はい、中学に入って、はい、で本当に正直なんとなく哲学界っていう塾になんとなく入ってなんとなくね、はい、でも学校はもう特に無視なんですか。学校はね、正直息抜きで、そうなんや。皆さんこんにちは、プロレスアカデミアの石丸です。本日、まあスペシャルコラボということで、まあ、3本撮る予定なんですけど、ゆき先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあこの動画公開してるちょっと前ぐらいに、まあ、本音で中学受験っていうユーシンさんがやってる、まあ、チャンネルとのコラボも上がってて、まあ、その、まあ、おつながりでっていう感じでちょっと今日お越しいただきました、はいはい、で、まあ、結構いろいろその中学受験界隈とか医学部界隈の動画には出られてるのを見受けしてたんですけど、まあ、東大理さん現役ですよね。はい、はい、しかもなんかまあそのギリギリ入るとかでもなく、まあ普通にちゃんと点数取ってみたいなところを私、まあ、他の動画見て拝見してたので、はい、まあなんかレベル違うなみたいな、まあ、なんかうちのチャンネルやったら、はい、まあ兄弟塾なしでもすごいみたいな言われるんですけど、まあ、全然桁違いの方が来てくださったので、はい、1本目はまあ東大理さん現役合格のリアルっていうところを教えていただけたらなという形でありますので、はい、本日よろしくお願いします。お願いします。はい、そうですね、多分うちのチャンネルが大学受験メインの人とか、うんうん、親御さんとかが多いんで、ちょっと見たことないっていう方いらっしゃるかもしれないんで、はい、自己紹介からお願いしてもいいですか。はい、鶴田由紀と申します。ゆき先生チャンネルっていう名前で、はい、私も中学受験とか大学受験とか、まあ、自分の体験談とかを踏まえていろいろお話をしたりとか、はい、あと本業で美容外科医をやっているので、そうした美容の内容とかをいろいろ発信しております。はい、概要欄に載せておきますので、皆さん見てみてください。はい、ということで、まあ理算って何なの。だんだんはい、まあ、オンライン塾やってるんですけど、はい、うちの講師にも京大医学部の子たちは結構10人ぐらいいるんですよ、うん、ただ理三っていう人に会ったことがなかったので、それはそれは、そうなんですよ、はい、なんかしかも現役じゃないです か、 だから何したらどうなるやろうっていうのなんですけど、で受験勉強開始はいつなんですか。なんかこの時期から受験勉強したよっていうタイミングは特にないんですけど、はい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 、なんか自分の場合はその大井中学校っていう、はい、中学に入って、はい、で本当に正直なんとなく哲学会っていう塾になんとなく入ってなんとなくね、はい、でもそこからなんかわかんないんですけど東大と言われてレールに乗って、レールに乗っていつの間にか受験生になってたみたいな感じだったんですよね。ああ、なるほどね。でいつの間にか理三ですか。なんか、はい、いつの間にいつから本腰を入れたかとかもあんまりなくて、ずっと塾の勉強をひたすら一生懸命やってて、はい、っていう感じでは。あ、そうですか。でもその応援中の入試もまあ格じゃないですか。で途中で嫌にならないんですか。まあ、中1から一応まあどん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 、はい、で中1に入ったんですか。ね、そうです、中1から入ってて、でも確かに思い返せば、はい、なんか波はあったんですよ。はい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 、では部活忙しいから、はい、最近ちょっと哲学のことやってないなとかもあったし、はいはい、よくある中2とかで、はい、まあ、中高の間だと中2、はい、中3でちょっと長なるみが来て、まあなりますよね。で、まあ、そういうのはあったんですけど、はい、塾についていけなくなるほどはだらけずに。あ、そうなんや。じゃあもうだらけじゃないんじゃないですか。いや、わかんないですけど。あ、じゃあもう6カ年計画、まあでもあんまりその自分で約束してとかってわけじゃなくて、中学の頃はもう一応まあ決められたことをやるみたいな。そうです、そうです、はい。小学校の時サピックスにずっと入ってたんですけど、多分そこでその少人数のクラスで先生に言われたことをやって、はい、でまあ点数も伸びていってみたいな生活に馴染みがすごいあったので、はい、結構その延長で哲力がなんかもう普通の日常みたいになってたんですよね。はい、なんで負担感なくトントントンって進んでいきました。そうなんや。はい、なんで逆になんか地方で塾とかがなかった子、はいはい、まあ、私の中ではちょっと不思議っていうか、あ、逆にどうやって勉強するのかなっていう感じ。その2、3って、まあ、なんか2種類目指す人いるじゃないですか。なんていうの、その偏差値的に日本トップだから理三行きたいっていう人と、あくまで医学部を目指す中で一番トップの東大理三にしたみたいな、なんか2種類いらっしゃるなと思って。あるかもしれないですけど、でいくとどっちなんですか。自分はやっぱりある程度進路を絞るときに医学部志望になったので、はいはいはい、その中でセンター試験が良かったら、はい、東大を受けるし、センターが悪かったらもうちょっとレベル下げて別の医学部を受けようっていう感じで。あ、そうなんですね。じゃあ医学部専攻 で、 そうです、あくまでお医者さんになるみたいな。そうです、そうです、はい、それはいつから決まったんですか。あ、でも結構遅くて、やっぱりなんか高校とか塾とかで高2の後期ぐらいにはさすがに分離決めてっていうのが、はい、あ、まあそうですね、結
って、はい、で高2の多分前半でやっと医学部だってなった感じです。あ、高2の前半か、はい、その時じゃあ A 判定ずっと取りまくっててとかではなくて、あ、全然そういう感じではなかったかもしれない。そうなんですね、はい、じゃあ6年間でコツ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 、うん、じゃあその、ね、じゃあ中3とかで終わりますよね、高3。え、そんな早くはない、うん、そう、いやでもね、中学までで A 数は高校の内容まで終わってた気がします、はい、実力も。じゃあ中3で行列とかやってたんですか。あ、でもね、C、数数数 C は、はい、そうか、今の人は知らんか。そう、私もここの時代がね、ちょっと古いから、はい、そう、高3、あ、違う、高1の冬から行列とかやるんです、はいはい、あ、そうなんや。そうです、当時はちょっと違ったんだよね、僕が、ラストの年なんですよ、行列ありの。そうなんですか。そうです、そうです。で、まあ、また戻りますけど、行列は多分大学のままですよね、今も、うん、そうか、早っ。ほぼまあ高1の時点では全部終わって、理科とかは後なんです、うん、そうです、理科が実力のカリキュラムの、はい、まあ、高2からっていう感じで、はい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 、まあ、その最悪文典も念頭に置きながら理科も高2から取ってっていう感じです。あ、じゃあもうなんかずっと哲力さんの話めっちゃ出てくるんですけど、学校はもう特に無視なんですか。学校はね、正直息抜きで、そうなんや。ちょっと見てる方にあれなんですけど、はい、教員ってね、そんなにその学校がガミガミやらない学校なんですよ。はい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 、てかまあ都内のお三家あるあるだと思うんですけど、はい、みんなどうせ塾行くでしょっていうスタンスで。なるほど。いや、もう環境提供みたいな。そう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 、結構学校の先生も黙認してて、で学校ではみんな部活とか、はい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 、先生も結構好きなことを講義される。あ、大学の講義なので。あまりその受験のことは言われないんです。うんうん、あ、そうなんだ。塾ありきっていう感じで聞いてました。で、 でもなんか結構その、それこそ知り合いでその半田先生っていう、まあ改正番長みたいな本出した人とか、うん、まあ小田城さんっていうその、まあ東大分一の人とかも、みんななんか愛がちょっと仲だるんだりとか、結構聞きますし、まあ高2でやんちゃしたみたいなのも聞くんですけど、うん、そういうのはもうないんですね。いや、なんか女子校で結構その受験を早くから見据えてやってた、はい、界隈のというか、はい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 、はい、コツコツ型の多かった。あ、そうなんや。ですね。理三入って、まあ、そういう人多かったんですか、コツコツやってましたみたいな。まあ、そうですね。だから自分が結構共感したのは、はい、でもやっぱり首都圏の、はいはいはい、まあ、関西の、ね、神戸大学院とかもそうですけど、はい、まあ、中高一貫でコツコツ型の子は、はい、まあ、結構、あ、分かる分かるみたいな。あ、そうなんや。多かった。女の子はね、男の子は全然また違うかな。あ、そうですね。で、高2からとかって何してたんですか。勉強。あ、そうです、勉強。まあ、それこそ塾のことしかやってなかったですけど、はい、まあ、高2ぐらいからやっぱり過去問をやり始めてました。高2の最初の方ですか。どうだったかな、その A 数だけ。はいはいはい、はい、理科は高2で基礎だったんですよ。はいはい、あ、そこはそうなんですね。そうです、A 数はもう高2、はい、高1まででほぼ固めて、はい、高2は本当に実践で、授業も東大形式の演習なんです。すごい、まあでもそういう軸ですもんね。そうですね。ここあると思うんですけど、勉強は楽しかったんですか。あ、楽しかったです。はい、そうなんだ、うんうん、じゃあ大学行ってから医学の勉強もするし、まあ最初の方って環境とか、うん、まあ大学の数学とかいろいろやるじゃないですか、はい、ああいうのも好きだったんですか。でもなんかやっぱり塾は勉強も楽しかったけど、はい、目標があって、はい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 、毎回テストとかがあって、はい、それで頑張れてたんで、はい、大学入ってからはなんか勉強のウェイトはすごく減りました。あ、そうなんですね、はい、なんかちょっと人間味を感じて遊んでました。あ、そうなんや。そこはそうなんですね。めっちゃ、だからどんな人なんやろと思って、すごい怖かったんですけど、まあ、炎上してたんですね。はい、あ、そうか、はい、そしたらまあ本当に理三で逆転合格とかなんかあんまないですよね、そこまでいくと。どうですかね、理三は結構ないかもしれないですけど、まあ、無理ですよね、そんななんかポッコレが。よく言われるのは、はい、理三も例えば100人いて、はいはい、なんか上50人はもう1回受けても受かるけど、はい、下の10人はもう1回受けたら入れ替わるって言われます、はい、ああ、なるほどね。ここは結構動きがあるというか、はい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 、多分私こっち側だったと思いますけど。本当ですか。でもやっぱりやばいなって人はいるんですか。あ、います。だからもう絶対にこの子にはかなわないなっていうすごい層がやっぱり受験生時代も入ってからもそういう子はありました。まあでもこれがまあ日本最高峰のリアルなんでしょうね。そうですね。僕やったらその E 判定からとか言ってますけど、うん、そういう話じゃないんでしょうね、うん、まあ、ゆき先生の場合はコツコツやって、うん、これやって次あれやりなさいって言われたのをその
愚直にこなすのが性に合ってたみたいな感じですか？それもあると思いますね。で、中学受験まででそういうことを親とかでやってたから、はい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 、中高でも、まあ、自分の意思でというか。確かに、まあ、体力ありますよね。なんのかな。中学受験からでしょ。その時もまあだって 4,5 年ぐらいからまあ始めるわけじゃないですか、うん、で中学入って哲学入ってでしょ、うん、結構な勉強人生ですよね。確かにそうですね、当時はね。ですよね、はい、まあ、その忍耐力はまあ結構なんて言うんでしょう、名門大学でも医学部以外とかだったら結構なんか合格点も半分とか6割とかするんで、なんかいけた本番みたいなまああるんですよ。だからそこまでそうじゃないっていうのがまあ東大 2,3,5 合格、しかも現役ですもんね、のリアルじゃないかなと思います。まあ僕も勉強になりました。はい、まあここは多分みんな真似できない動画かなと思うんですけど、まあ、次の動画とかで、まあ、家庭に共通する特徴とか、まあ、子育てみたいなところもお話ししてもらえますので、うちのボディさんに入れたいとか、そんなに行かなくても東大とか医学部に入れたいっていう親御さん方はぜひ見ていただければと思います。はい、でまたあのゆき先生のチャンネルの方でも動画上がってますので、概要欄の方に貼らせていただいて言っておりますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。